トゥルーアングルの時間です。杉広スタジオ桜台よりお届けしております。プレゼンターの川崎玲子です。よろしくお願いいたします。関大放送坊の釣部仁弘です。よろしくお願いいたします。本日も収録スタッフの皆さんよろしくお願いします。はい、このトゥルーアングルですけれども、今世の中で起きているいろいろな事件や、事故、そういったものに、どちらかというと司法の、視点からフォーカスを当てていって、実際には何が起きているんだろう、真実は何なんだろうというあたりをジャーナリスト釣部仁弘さんの視点を中心に、深めていくという番組になっております。本日もね、いくつかのトピックスを用意してありますけれども、本日はもうメインがね、和歌山ですね。はい、こちらのじゃあ和歌山カレー事件、これを出しましょう。はい、これは、今度の勉強会ですね。次の案内ですね。はい、はい、先日、行いましたね。行いましたの、あれは8月でした。8月7日ですね、に行いましたけれども、次が第3回ということで、11月の12日、今回は土曜日になります。1回目と同じ会場ですね、アウルスポット、これ東池袋の駅のね、はい、上のところにある、あの綺麗なビルの中にある会場ですけれども、そこで、13時半から16時まで行います。このトゥルーアングルのフェイスブックページにもね、案内ありますので、ぜひ。あとホームページ作ったんですよ。ああ、そうですね。多分リザスと和歌山カレー事件とかで出てくると思うんですけど、はい、そこに、まあ、事件の概要とか、はい、最新政権のポイント、このチラシも貼ってありますので、わかりました、はい、見ていただければと思います。はい、それこそあの Facebook の方をフォローしてる方は、そこからリザストの方にね、飛べますよね。見れますんで。はい、うん、じゃあね、それでちょっと確認をしていただければと思います。釣部さんが忙しい時間を縫って作ってらっしゃる。ちょっと頑張りますね。はい、の勉強会でやっぱりご意見として、なんでホームページないんですかとか、はい、なんで小冊子とかね、パンフレットっていうのかな、はい、三つ折りとかね、の簡単なものないんですかって言われても、まあちょっと後ほど話しますけど、その支援する会があるわけですから、そこが作るとか、ニュースで書いてますっていうふうに、もう何十号もね、60号ぐらいかな、出してるのかな、ずっと、もっと出したかもしれないですけどね、書いてるんで、その時は自分たちは別に会を作ってなかったんで、はい、でも第2回目から東京でね、1回目の東京やった時に参加者の方から東京でも会作ったらどうですかっていうのがあって、はい、で林真澄さんから東京でも作ってくださいと、で、まあ、先生と釣り部でやってほしいというのがあったんで、じゃあやりましょうって言って、初めて作ってください、ホームページもないんですかとか、分かりたくてもこれじゃ分かりませんという優しいお叱りを受けましたそうだよなって思いながら、だから今度は自分と先生だけで作れますから、でチェック受ける必要もないので、それでバーッと作って、日々ね、あの更新をコツコツとやっているという、わかりました。ぜひね、一度ご覧いただければと思いますね。はい、で、まあ、なので11月はね、ぜひ楽しみにしておいていただければと思うんですが、次にいいですかね。はい、そうですね。はい、もうなんと昨日の話ですね。はい、昨日和歌山に行ってこられた。和歌山行ってきましたね。はい、先生と、はい、8月31日11時半前後にこの再審請求の、再審請求の一環としてということですね。そうですね。勾留取消請求書提出というのを行って、これは和歌山地裁の前なんですよ。はい、ちょっと動画になってますんで、はい、もうね、荷物持ちながら携帯持ってたんであんまり撮れてないんですけど、これ中に入っちゃったんです、僕忘れてて。あ、中はダメじゃないですか。あ、そうなんです、ね、だからみんな外にいるんですよ。はいはいはい、なるほど、この敷地内はダメなんですね。うん、で気がついて出ていこうと。あ、なるほど、いいやと思ってそっかそっか、まあね、あんまりオープンにすると怒られちゃうんです。ほんの入り口ですからね。すぐ消します、ね、はい
ということでね、はい、これは記者さんたちがこう撮ってる感じですね。そうですね、多分8台ぐらい、まあ記者会見の時はもっとあのスタンドついたやつ8台並んで、これはあの記者さんが撮る場合もありますし、うんうんうん、そうですね。でちょっとネタバラすると、もうタクシーの中で先生と幹事社の方が話してて、じゃあ何分頃どこどこにつけてくださいって言って、はい、タクシーで着いたわけですよ、うん、だもう回してるわけですよ、うんうんうん、まあ、で僕もいるから、はい、僕映ったらダメだからすぐ抜けて先生だけの絵にして、うんうん、でちょっと中入っちゃったら隠れるために、うんうん、で先生とはあの記者も含めて撮ってくれって言われてて、はいはい、それでまあちょっと撮って、でもこう考える時間もなくやってた、うんうん、で一回入ったんですよ、うん、でさあ行きましょうかって言うと、幹事社の方が入ってきて、うん、先生すいませんがあっち側から歩いて回ってもらえませんか、うんうんうん、って言うんですよ。先生荷物持ってカバンだけにして、うん、どこですかって幹事社来て、あの辺からこういうで先生案内してそこに先生こっちからあそこ通ってぐるっと回ってここに入ってきてくださいっつって、分かったっつって、だからその時に写真が撮れなかったんですよ、うん、なるほど。自分はね、はいはい、反対側にいて写んないようにしなくちゃいけないから、うそうです、ね、隠れなくちゃいけないじゃないですか、はい、なるほど。だから本当にこうよくニュースに出て歩いてね、はいはいはい、来る。だからもうやらせですよね。そういうことなんですね、うん、仕込みがあるんですね。ありますね、はい、でそれであの写ってたっていうことになりますね。なるほど、はい、それで、この提出をした後に記者会見が、そうですね、これではい、ね、3階かな、4階の刑事書記官室に行って、はい、うん、提出して、一応やり取りはあったんですけど受理という形で判子をしてもらって、はい、うん、ただ一応形上受理はしますけれども、うん、この内容についてはどうかはちょっと裁判官の方から返事がありますと、これはちょっと後ほどお伝えいたします、はい、で、幹事社の方が弁護士会館を予約しておいてくれて、でも、うん、予約は先生しか弁護士しかできないので、うんうん、先生がいてすぐ書類を書いてっていう形で、うん、まあ、こんな感じの場所で記者会見をしましたという、うんうん、これはまあ全体像ですよね、はい、弁護士会館の記者会見とかちょっと懐かしい感じではないですか。そうですね僕はあの左側の横にいるんですけど、はい、あ、そうだったんですね、はいはい、で、こちらがね、実際先生が話されてますね、はい、先生がこんな風に話をしてますと、はい、うんうんうん、いう形で本当にマイクをね、うん、やってこうやって、あと会場用マイクもあるんですけど、はい、ちゃんとあのカメラが通るようにちょっと横にお願いしますとかって言われて、はいはい、そういうのも記者さんとカメラマンと一緒になって、うんうんうん、先生は全然関与しませんから、はいはいはい、僕の方で関与してやって、うんうん、こんな風に始まりましたっていうことですね、うんうんうん、はい、それで、これがね、反対側から撮ってる感じですかね、はい、記者さんたちを。そうですね、あれぐらいの数だから13、4人いたんですよね、記者さんで、カメラが確か7台あって、うんうんうん、ああいう風にずっと撮ってて、うん、であと途中でなんかお互いあうんなんでしょうね、もう同じ地区だから横に入ってきて、うんうん、下から先生のこう撮ってったり、うんうん、逆側から行ったり、なんか順番にうまいことあうんで変わりながらやって、はい、あ、こうやって撮るんだなって、うん、でテレビ局とかじゃね、じゃない新聞社とかは、うん、まあ、メモしながら話聞きながら、うん、そのデジカメ持ってきて、はい、前の方に来て撮ったり、うん、こうやって、あ、その写真がこう記事になってるなって思いましたね、うん、なるほど。久しぶりにリアルに記者会見見て、うん、そうですよね、はい、はい、で実際に記事になったものが、はい、今日ですね、昨日、これは昨日ですね、昨日の夜ですね、はい、早いですね、やっぱり地元のテレビ局ですかね、和歌山テレビニュースというので、うん、昨日の、5時59分にもうね、ネットで掲載されているという、まあ1時間半ぐらい説明と質疑応答、うんうんうん、でそれから終わってからも先生のところに来て、はい、まあ、名刺交換しながら聞けないことを聞いたりしてて、はい、うん、まあこれがまあね、文字数もあるんで、うんうん、でもさすがにやっぱり皆さんポイントは書いてるし、うん、そのネガティブな記事ではないので、うんうんうん、本当に客観的な記事で、はい、こちらの主張は、うん、入れて、そうですね、いただけたなっていう記事でしたね、はいはいはい、それから
これは本日になってからですかね。あ、これも昨日か。昨日の夜、昨日の夜中ですね。産経新聞ですね、うん、違法交流であるということで毒物カレー事件で申し立て書という記事ですね、うん、はい、まあ書き方はね皆さん違いますけど、うん、趣旨としては大体、はい、文字数でどこまで入れるかって、はい、はい、それから、こちらが和歌山の、これはね、これは横にこっちに書いてもらいます。これです、あ、これですね、和歌山放送ですね、うん、テレビ局ですね、うん、はい、が、まあ、あのちょうどね、あの生田先生がこちらを向いてらっしゃる。うまいですよ ね写真の撮り方も ね、はい、さすがプロだなと思いました、ね、うん、そうですね、はい、きっとねこういい鋭い目をされてるところで、うん、あの写真を撮ってらっしゃいますね、はい、結構、まあ、文字数は、まあ、そこそこねありますね、うんうん、あの理由もね、無罪の理由っていうあたりもね、うん、ちゃんと載せてくださってますね、はい、それからこれが NHK ですね、 NHK は今日の朝、今日ですね、今朝ですね、はい、はい、9時31分のアップですね、和歌山、NHK 和歌山が載せてますね、うん、地裁に提出ということで弁護士が発表、ここでもやはりあの理由がねちゃんと書いてありますね、うん、こういうことがあったとかっていうね、はい、ちゃんとやっぱり説明した内容をしっかりと書いていただいてます、ね、うん、そうですね、ニュートラルにね、うん、はい、それから毎日はこれちょっとねあの有料記事だったので、はい、ごめんなさい、見出しだけですけれども、記事がね載っているというので、まあ各社ねこんな風に記事にしてらっしゃいますね、はい、なんかまあ和歌山だからだと思うんですけど、うん、若い記者さんも多くて、はい、まあ、全部で 12,3 人ですけど、はい、まあ、副部長クラスっていうのかな、うんうん、そういう中堅どころの方が、うん、まあ、1名2名、あとは比較的若い方々、うん、若い方々なんかリアルご存知ないんですよね、ないです、ないです、うん、だからあとはなんか本当にこう入社して1年2年かなって、うん、なので最初にね僕ら行った時に4人ぐらいがもうついてきて歩きながら、うん、裁判所の中は取材もできないですから、はい、ちょっとここ話せないんで中で外お願いしますとかって言って、うんうん、すぐ外出て、はい、弁護士会館まで移動しながらも4人ぐらい、うん、まあ、幹事社はね、はい、案内も今あってついてきました、うん、で先生と話しながらとか、うん、あと僕に鼻声かけてくださる方もいて、うんうんうん、やっぱりあの自分は全然法律わからないんで、うん、教えてくださいとか、うんうんうん、この事件のことも本当に力なんで教えてくださいとか言いながら、うんうんうん、あのなんかすごい勉強をしてる、うん、しようとしてるとか、うん、なんかまっすぐに聞いてくれそうな、うんうん、昔を知らないから、うんうん、言ったことがこうね、そうですよね、初めて入る話なのかなとか思いながら、うんうん、はい、あの真剣に聞いてくれるんだと思って、うんうん、でこうやって記事見るとね、あの色がついてないというか、そうですね、言ったことをきちんと、うん、こういう記者会見でしたよっていうのを書いて、うんうん、さすがにねポイントまとめてるんで、うん、そうですね、頭がいいというか優秀な方々だなと思って、うん、でちょっと先生に聞いたら、なんか記者って最初あれでしょ、地方の裁判所好きが出だしってことが多いって、うん、なので2年とか3年でまた回るんだよな、うんうんうん、だから長くね裁判何年やると結局同じ説明をね何回もするんだよとか、うん、言ってて、はい、でもね、まあ、先生にもすぐこれファックス先ほどしましたけれども、うんうん、まあ、でもこうやって記事になると何であれね話題になれてくれれば嬉しいなと思って、ね、はい、東京にもねの記者クラブにも連絡してるんですけど、うん、東京は取材ゼロで、うん、まあ、やっぱり和歌山地元だから、そうですね、やっぱり行ったしね、うんうん、というのもあるのかなとは思いますけど、うん、連絡はね入ってるかもしれないですけどね、うんうん、あれ取材してこいよみたいなね、だから50分ぐらいかな、うん、先生がまあ基本説明をして今回のこの請求申し交流取り消しね、取り消し申し立て、はい、その意味とか位置づけとかも最後ちょっと付け足しじゃないですけど、うんうん、ただやっぱり的確な質問が来てたので、うんうん、なんか僕の中では初めて先生とその記者さんたちがこう、うん、意見の交流があるっていうか、うんうんうん、そんな感じがなんかすごく僕はしましたよね。これがどう影響になるか分かりませんけど、はいはい、で終わってからの話、うん、で先生に名刺交換しながら周りもまあ聞いてるじゃないですか、はい、
ていう中であれはどうですかっていうと、あれこの本に書いてあるんだとかって言うけど、うん、その本持ってってなかったわけですよ、うん、要はもう書面なんですよ、はいはい、で書面は全部読んでないですから、うんうん、もちろん買っている記者さんもいましたけれども、うんうん、なのでじゃあうちが出してますからっていうことで、はい、まあ、お送りさせていただくってことで、うんうん、今日8社ぐらいに全部本を送りましたけれども、うん、そうですね、はい、だからそれまた読んでいただければ、うんうん、どんなにおかしいかっていうことがね、うん、分かっていただけるのかなとは思います、うん、そうですね、ただねどこまで書けるかはね、うん、結局現場で書いても上の方で直されるっていうこともあるだろうし、はい、ね、あとね面白かったのは、まあ誰もとか聞くんでしょうけど、真犯人は誰だと先生は思われますかとか、うん、どの辺だと思いますかとかって聞くんですよね、うんうんうん、真犯人探した方が事件の解決は早くないですかとか、そこがやっぱりね先生も、まあ何回も先生は答えてますけど、うん、犯人を逮捕して探すのは警察の役割なんで、検察とかね、私の役割は弁護する役割なんで、はい、林真須美がこの事件の犯人ではないということまでの範囲で努力したいので、真犯人がに追及するというのは私の役割ではないと思ってますっていうふうに答えたり、どんな力が働いて彼を、うん、彼女を犯人にしたんでしょうかとか、うん、いやそれが分かればもうすぐ解決しますこの事件は、はい、それが闇に葬られてるから、うん、どんな力、誰の力がどう背景にあって、うん、それが分からないから苦労してますとか言って、はい、記者さんも苦笑いしてましたけど、うんうん、でもねポロッとね言おうもんなら名誉毀損で、そうですね、はい、なってしまうじゃないですか、うん、本当にそれが真犯人であったとしても、うんうんうん、弁護人が自分の事件を解決しようといえば、はい、これ名誉毀損です、それ判例にありますからね、はい、だからやっぱり真犯人を探すっていうところに弁護人は入っちゃいけない、うん、先生はねベテランだから十分分かってるのかなって思いましたね、元裁判官でいらっしゃいますからね、はい、そこを裁くような人たちです、ちょっとね経験されてますからね、はい、はい。